ネットワーク仮想化は IT 仮想化のテクノロジーを使用してネットワークノード機能のクラス全体をビルディングブロックに仮想化し接続またはチェーンして通信サービスを作成するネットワークアーキテクチャの概念である。言い換えればネットワークハードウェアをソフトウェアのように扱うこと。仮想化とはソフトウェアと物理的なハードウェアの間に抽象化されたレイヤーを 提供することで、コンピュータリソースを管理するための様々な技術である。仮想化技術は、サーバー、ストレージデバイス、ネットワークリソースなどのハードウェアプラットフォームをソフトウェアで効果的にエミュレート、またはシミュレートする。NFV は、エンタープライズ IT で使用されているような従来のサーバー仮想化技術に依存しているが、それとは異なる。仮想化ネットワーク機能は、 カスタムハードウェアアプライアンスではなく、ネットワーク機能ごとに、標準の大容量サーバー、スイッチ、ストレージデバイス、さらには、クラウドコンピューティングインフラストラクチャ上で、様々なソフトウェアとプロセスを実行する一つ以上の仮想マシン、またはコンテナーで構成される。コンテナの仮想化は、アプリケーションの基盤となる、オペレーティング環境を仮想化する手法です。 多数のコンピューターを管理する大型コンピューターであるホストコンピューターも仮想マシンをホストできる。また、その仮想マシンは多数の VNF をホストすることもできる。つまり、単一のコンピューティングホスト、またはネットワークホストで複数の仮想マシンをホストでき、各仮想マシンで単一の VNF をホストできる。例えば、仮想セッションボーダーコントローラーを展開して、 物理ネットワーク保護ユニットを取得してインストールするという一般的なコストや複雑さを伴わずにネットワークを保護できる。NFV の他の例には仮想化されたロードバランサー、ファイアウォール、侵入検知デバイス、ワンアクセラレータが含まれる。NFV は大容量マルチメディア時代のネットワーク運用をいかに改善するかについて 大手ネットワーク事業者や通信事業者の間で議論されたことに端を発している。全体的な目的は標準的な IT 仮想化技術を活用して多くの種類のネットワーク機器を業界標準の大容量サーバー、スイッチ、ストレージに統合することであり、これらはデータセンター、ネットワークノードおよびエンドユーザーの構内に配置することができる。アプローチでは 様々なハードウェアプラットフォームへの依存から少数の標準化されたプラットフォームタイプを使用し必要なネットワーク機能を提供するために仮想化技術を使用するようになる。電気通信業界内の製品開発は伝統的に安定性、プロトコルの遵守及び品質に関する厳格な基準に従っており、この信頼性を示す機器を示すために キャリアグレードという用語が使用されていることを反映している。このモデルは過去にはうまく機能していたが必然的に製品サイクルが長くなり開発のペースが遅くなり特注の特定用と向け集積回路などの独自のハードウェアまたは特定のハードウェアに依存することになった。パブリックインターネット上で大規模に運営されている動きの速い組織との通信サービスにおける 激しい競争の激化により、サービスプロバイダーは現状を打破する方法を模索するようになった。2012年10月、通信事業者のグループがドイツのダルムシュタットで開催された会議でソフトウェア定義ネットワークとオパンフロに関するホワイトペーパーを公開した。ホワイトペーパーを締めくくる行動の呼びかけは、欧州電気通信標準化機構内にネットワーク機能仮想化業界、 使用グループの創設につながった。イスグはヨーロッパ及びそれ以降の電気通信業界の代表者で構成されていた。ホワイトペーパーの発行以来、グループは100を超える出版物を作成してきた。2016年には NFV の高性能オープンソースバージョンが一つリリースされた。オパニートウェムは DPDK 及びドッカーコンテナに基づく高性能 NFV プラットフォームである。NFV フレームワークは、次の3つの主要コンポーネントで構成されている仮想化ネットワーク機能は、ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャに展開できる、ネットワーク機能のソフトウェア実装である。単一のコンピューティングホスト、またはネットワークホストで複数の仮想マシンをホストでき、各仮想マシンで単一の VNF をホストできる。 VNF の重要な特性は、男性と呼ばれ、スケールアップ、ダウン、またはスケールアウト、インの能力を意味する。スケールアウト、インは、スケールアウトする VNF に属する構成要素を追加、削除すること。スケールアップ、ダウンは、スケールアップする VNF に属する既存の VNFC からリソースを追加、削除すること。 ネットワーク機能仮想化アーキテクチャの中心となるネットワーク機能仮想化アーキテクチャ基盤は図に示すように3つのドメインを含んでいるネットワーク仮想化の最も重要な構造はネットワーク仮想化基盤であるつまり NFV アーキテクチャの中核をなすのは n f v として知られるリソースと機能の集合体である n f v は n f v が展開される環境を構築するすべての ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの全体である。うんふびは、複数の場所にまたがることができる。これらの場所間の接続を提供するネットワークは、うんふびの一部とみなされる。うんふびは、次の3つのドメインで構成されている、1コンピュートドメイン、商用オフザシェルフの大容量コンピュートを提供する、サーバーやストレージの管理を行う。その主要な要素は、CPU、メモリ、 内部ストレージ、アクセラレータ、ストレージコントローラによる外部ストレージ、ネットワークカード、スイッチ、実行環境である。2、ハイパーアバイザードメイン、コンピュートドメインのリソースを、ハードウェアの抽象化を提供するソフトウェアアプライアンスの仮想マシン。3、インフラストラクチャネットワークドメイン、一般的な大容量の供給するように構成できる、ネットワークに、相互接続された。 スイッチインフラストラクチャネットワークサービスを提供している。ネットワーク機能仮想化管理及びオーケストレーションアーキテクチャフレームワークは全ての機能ブロック、これらのブロックで使用されるデータ貯蔵庫、及びこれらの機能ブロックが不備の管理と調整を目的として情報を交換するための参照ポイントとインターフェースのコレクションである。んふと NFV マノの両方の構成要素は NFV プラットフォームである。NFV の役割では、仮想及び物理の両方の処理リソースとストレージリソース及び仮想化ソフトウェアで構成される。NFV マノの役割では、VNF 及び NFV マネージャーとハードウェアコントローラー上で動作する仮想化ソフトウェアで構成される。NFV プラットフォームは、プラットフォームコンポーネントの管理と監視、障害からの回復。 効果的なセキュリティの提供に使用されるキャリアグレードの機能を実装している。すべてパブリックキャリアネットワークに必要である。NFV 設計に従うサービスプロバイダーは一つ以上の仮想化ネットワーク機能を実装する。VNF 自体はプロバイダーの顧客に使用可能な製品、またはサービスを自動的に提供しません。より複雑なサービスを構築するために サービスチェーンの概念が使用される。この概念では複数の VNF を順番に使用してサービスを提供する。NFV の実装のもう一つの側面はオーケストレーションプロセスである。信頼性が高くスケーラブルなサービスを構築するために NFV ではネットワークが VNF インスタンスをインスタンス化し、監視し、修復し、 提供されたサービスの料金を請求できる必要がある。キャリアグレード機能と呼ばれるこれらの属性は、効果要請とセキュリティ、及び低い運用と保守のコストを提供するために、オーケストレーションレイヤーに割り当てられる。重要なのは、オーケストレーションレイヤーは、VNF 内の基盤となるテクノロジーに関係なく、VNF を管理できる必要があるということである。 例えば、オーケストレーション層は管理することができなければならない。SBC 上で実行されているベンダー X から VNF を VMWare のベスフィアのちょうど並びに IMS、KVM 上で実行されているベンダー Y から VN 回。NFV の当初の認識は仮想化機能をデータセンターに実装する必要があるというものでした。このアプローチは全てではありませんが、 多くの場合に機能する。NFV は仮想化された機能の物理的な場所に関して可能な限り幅広い柔軟性を前提とし強調している。従って理想的には仮想化された機能は最も効果的で最も安価な場所に配置する必要がある。つまりサービスプロバイダーはデータセンターからネットワークノード、顧客宅内まで 考えられるすべての場所に NFV を自由に配置できる必要がある。分散、NFV として知られるこのアプローチは NFV が開発及び標準化されるにつれて最初から強調されており、最近リリースされた n f v すぐドキュメントで顕著である。場合によってはサービスプロバイダーがこの仮想化された機能を顧客宅内に配置することには明らかな利点がある。 これらの利点は、経済性からパフォーマンス、仮想化される、機能の実現可能性にまで及びる。DNFV の最初のエッツインフフイすぐ承認のパブリックマルチベンダー概念実証は、2014年6月に、シカゴのシアン、インク、ラジアン、フォーティネット及び、セルテスネットワークによって実施され、センチャーリンクによって講演された。これは、 オーティネットの次世代ファイアウォールとセルッツネットワークスの仮想暗号化複合化エンジンを仮想ネットワーク機能として実行し、シアンのブループラネットシステムがエコシステム全体を調整するラジアンの専用のカスタマーエッジ DNFV 機器に基づいていた。ラジアンの DNFV ソリューションであるレイヤーに、レイヤー3ネットワークターミネーションユニットは顧客のエッジで仮想化エンジンとして機能する D。 NFVX86 サーバーモジュールを搭載し、その月の終わりまでに市販された。2014年、ラジアンは新しい NFV アプリケーションを専門とするベンダーと国際的なシステムインテグレーターのエコシステムである DNFV アライアンスも組織した。VNF を提供するソフトウェアを設計及び開発する場合、ベンダーはそのソフトウェアを ソフトウェアコンポーネントに構造化し、それらのコンポーネントを一つ以上のイメージにパッケージ化する場合がある。これらのベンダー定義のソフトウェアコンポーネントは VNF コンポーネントと呼ばれる。VNF は一つ以上の VNFC で実装され、一般性を失うことなく、VNFC インスタンスが VM イメージに1、1でマップされると想定される。VNFC は通常、 スケールアップを呼び、またはスケールアウトできる必要がある。柔軟な CPU を各 VNFC インスタンスに割り当てることができるため、ネットワーク管理レイヤーは VNFC をスケールアップして、単一のシステム、または単一のプラットフォームで期待されるスループとパフォーマンスとスケーラビリティを提供できる。同様に、ネットワーク管理レイヤーは複数のプラットフォームで、 VNFC の複数のインスタンスをアクティブ化することにより、VNFC をスケールアウトできるため、他の VNFC 機能の安定性を損なうことなく、パフォーマンスとアーキテクチャの使用に到達できる。このようなアーキテクチャの青写真を早期に採用した人は、すでに NFV のモジュール性の原則を実装している。SDN は、 NFV に関連する概念であるが、異なるドメインを参照する。ネットワーク機能仮想化とディープパケットインスペクションは、SDN 機能を効率的に保管することができる。SDN と同様に、NFV を成功させるには、適切な標準とオープンソースソフトウェアが必要である。本質的に、ソフトウェア定義ネットワークは、これらのシステムの要素を分離及び抽象化する、 データネットワーク機器及びソフトウェアを構築するためのアプローチである。これはコントロールプレーンとデータプレーンを互いに分離してコントロールプレーンが中央に配置され転送コンポーネントが分散されたままになるようにすることで実現する。コントロールプレーンはノースバウンドとサウスバウンドの両方で相互作用する。ノースバウンド方向ではコントロールプレーンは API を使用してネットワークの共通の抽象化されたビューを高レベルのアプリケーション及びプログラムに提供する。サウスバウンド方向ではコントロールプレーンはネットワーク全体に分散された物理ネットワーク機器のデバイスレベル API を使用してデータプレーンの転送動作をプログラムする。したがって NFV は SDN または SDN の概念に依存しません。 既存のネットワークおよびオーケストレーションパラダイムを使用して仮想化ネットワーク機能をスタンドアロンエンティティとして実装することは完全に可能である。ただし SDN の概念を活用して NFV インフラストラクチャを実装および管理することには特に VNF の管理とオーケストレーションを検討する場合に固有の利点がある。そのため強調したエコシステムに SDN と NFV を組み込んだマルチベンダープラットフォームが定義されている。NFV インフラストラクチャには VNF に関連付けられたオペレーターの要求を受け取り、それらを VNF の運用に必要な適切な処理、ストレージおよびネットワーク構成に変換する中央のオーケストレーションおよび管理システムが必要である。運用が開始されると VNF の容量と使用率を監視し、必要に応じて調整する必要がある。これらの機能は、すべて SDN の概念を使用して実現でき、NFV は、サービスプロバイダー環境における主要な SDN ユースケースの一つとみなすことができる。また、多くの SDN ユースケースに、NFV イニシアチブで導入された概念を組み込む、ことができることも明らかである。例としては、 集中型コントローラーが分散転送機能を制御している場合がある。分散転送機能は実際には既存の処理、またはルーティング機器でも仮想化できる。NFV は初期段階でも人気のある標準であることが証明されている。その直接のアプリケーションはモバイルベースステーションの仮想化、サービスとしてのプラットフォーム、コンテンツ配信ネットワーク、固定アクセス、 ホーム環境など数多くある。NFV の潜在的なメリットは重要であると予想される。汎用の標準化されたハードウェアに展開されたネットワーク機能の仮想化により設備投資と運用コスト及びサービスと製品の導入時間が削減されることが期待される。多くの主要なネットワーク機器ベンダーが NFV のサポートを発表している。これは機器。 サプライヤーが NFV 製品を構築するために使用する NFV プラットフォームを提供する主要なソフトウェアサプライヤーからの NFV の発表と一致している。ただし仮想化の予想されるメリットを実現するためにネットワーク機器ベンダーは IT 仮想化テクノロジーを改善して効果要請、スケーラビリティ、パフォーマンスおよび効果的なネットワーク管理機能を 実現するために必要なキャリアグレードの属性を組み込んでいる。総所有コストを最小限に抑えるには、キャリアグレードの機能を可能な限り効率的に実装する必要がある。これには NFV ソリューションが上長リソースを効率的に使用して、パフォーマンスの予測可能性を損なうことなく、59の可用性とコンピューティングリソースを実現する必要がある。 NFV プラットフォームは効率的なキャリアグレードの NFV ソリューションを実現するための基盤である。これは標準のマルチコアハードウェアで実行されキャリアグレードの機能を組み込んだオープンソースソフトウェアを使用して構築されたソフトウェアプラットフォームである。NFV プラットフォームソフトウェアは障害やトラフィック負荷の変化に禁する VNF の動的な再割り当てを担当するため 効果要請を実現する上で重要な役割を果たする。ETSI、NFV の概念実証、ATIS、NFV プロジェクトのオープンプラットフォーム、キャリアネットワーク仮想化賞、様々なサプライヤーなど、NFV キャリアグレード機能を指定、調整、及び促進するための多数のイニシアチブが進行中である。NFV プラットフォームの主要コンポーネントである。 ベスウィッチは VM 間および VM と外部ネットワーク間の接続を提供する役割を果たする。そのパフォーマンスは VNF の帯域幅と NFV ソリューションの費用対効果の両方を決定する。標準のオープンのベスウィッチさんパフォーマンスが NFV ソリューションのニーズを満たすために解決しなければならない欠点がある。NFV サプライヤーは オブスバージョンとアッコセロレイテッドオープンベスウィッチバージョンの両方でパフォーマンスの大幅な向上を報告している。仮想化は NFV ソリューションでの可用性の指定、測定、及び達成の方法も変化させている。VNF が従来の機能専用機器にとって変わるにつれて、機器ベースの可用性からサービスベースのエンドツーエンドの階層型アプローチへのシフトがある。 ネットワーク機能を仮想化すると特定の機器との明示的な結合が切断されるため、可用性は VNF サービスの可用性によって定義される。NFV テクノロジーはそれぞれ独自のサービス可用性の期待を持つ様々なネットワーク機能タイプを仮想化できるため、NFV プラットフォームは様々なホールトトレランスオプションをサポートする必要がある。この柔軟性により、 CSP は NFV ソリューションを最適化して VNF の可用性要件を満たすことができる。ホスト型ネットワークオペレーターは富士通などの大手ネットワークプロバイダーがネットワーク機能仮想化インフラストラクチャの3つのドメインを実行しネットワークを柔軟にすることを意味する。他のネットワークプロバイダーはネットワークコンテンツである VNF を実行する。 IT サービス組織がコンピューティングハードウェア、インフラストラクチャネットワークおよびハイパーバイザーを操作し、その上で別のネットワークオペレーターが VNF を実行する展開シナリオである。欧州電気通信標準化機構は NFV 環境の制御の重要な部分が自動化とオーケストレーションを通じて行われることをすでに示している。言い換えれば自動化はネットワークを ソフトウェア的に計画するために不可欠である。NFV 内には柔軟性を制御する方法を解説する別のストリームマノがある。マノの内部には、n 不備を制御する仮想化インフラストラクチャマネージャーが独立して開発された管理及びオーケストレーションシステムと相互運用可能であり、管理及びオーケストレーションシステムのコンポーネント自体が相互運用可能である。 オープンエコシステムを可能にする標準なフルセットを提供する。これには一連の REST フル API 仕様と VNF をサービスプロバイダーに配信するためのパッケージ形式の仕様および VNF のライフサイクルの管理を可能にするソフトウェアイメージとともにパッケージ化される展開テンプレートの仕様が含まれる。デプロイメントテンプレートは TOSCA または YAN に基づくことができる。 オペナピ表現はデプロイメントテンプレートの作成時に使用されるトスカおよび安定にファイルと共にエッジ放置サーバーで利用できる。公開されている仕様の完全なセットは以下の表に要約されている。NFV 魔の API のオペナピ表現の様々なバージョンの概要は ETSI Infwiki で入手できる。NFV に関する最近のパフォーマンス調査では 仮想化ネットワーク機能のスループット、遅延、ジッター、及び単一の物理サーバーがサポートできる、VNF の数に関する NFV のスケーラビリティに焦点が当てられている。オープンソースの NFV プラットフォームが利用可能であり、代表的なものの一つが o p ニ n i t ムである。o p ニ n i t ムは DPDK および Docker コンテナに基づく、高性能 NFV プラットフォームである。 オパニートェムはネットワーク機能を展開し、それらを相互接続してサービスチェーンを構築するための柔軟なフレームワークを提供する。オパニートェムは BSD ライセンスの下でリリースされた MD2014 及びホトミデルバックス2016の論文で説明されているネットェムプラットフォームのオープンソースバージョンである。ソースコードは ギトハブ、オパニートベム要素管理は仮想化ネットワーク機能の障害、構成、会計、実行、及びセキュリティ管理機能を担当する。1障害、マシンが正しく機能していることを確認する。2構成、オンラインゲームなどの特定の仮想化ネットワーク機能を構築する。3会計、正しい答えを計算して、マシンを適切に実行し続ける。四実行、 毎日のタスクを実行し続ける。5セキュリティ、ネットワークを攻撃から保護する。これらの管理機能は VN 会管理の責任でもある。ただし、要素管理は仮想化ネットワーク機能管理とは対照的に仮想化ネットワーク機能との独自のインターフェースを介してそれを行うことができる。要素管理はという独自のインターフェース。 すなわちオープンリファレンスポイントを介してお介して、VN 会管理と情報を交換することを確認する必要がある。要素管理は仮想化を認識し、VN 会管理と連携して、VNF に関連付けられた、不備リソースに関する情報の交換を必要とする機能を実行する場合がある。ありがとうございます。